こんにちは、ヤゲチーです。今回は福島県にある会津南郷スキー場を紹介するよ。早速リフトの映像が流れてるね。見ての通り雪の量が豊富で、テンション上がる。会津の奥地の規模の小さいゲレンデでありながら、魅力あふれる南郷スキー場に迫っていきたいと思う。まずは立地について。南郷スキー場は、会津若松の南にあるスキー場です。場所は、ここです。見ての通り結構奥地にあります。高速を降りてから1時間半くらいは、普通にかかります。新潟県の奥只見丸山スキー場がここなので、どれだけ秘境かわかっていただけると思います。さて、そんな南郷スキー場へのルートですが、公式サイトでは、このようにルートを案内しています。関東からの訪問であれば、西那須の塩原インターが、最寄りになります。関越道方面は、冬季通行止めになるのでご注意を。また、新潟方面磐越道は、会津磐越インターからも可能ですが、その分下道が長くなり、時間はあまり変わりません。あ、当然ですが、ハイシーズンの道中は確実に雪道です。スタッドレスタイヤ必須、チェーン携行をおすすめします。アイスバーンの斜面や、崖のコーナーも普通にありますので、法定速度厳守です。破ると漏れなくスリップがついてきます。次は、ゲレンデマップでコースを見てもらいましょう。パッと見てわかる通り、コース分岐が多く、いろいろな楽しみ方ができるようなゲレンデになっています。ゲレンデ上部から見ていきましょう。大きく、天井コースと横手コースに、分かれます。天井コースは、上級者向けのコースとなっていますが、冷や施設になっており、パウダースノーを楽しむことができます。パウダー滑走する技術があれば、中級者でも十分に、楽しむことができるコースです。横手コースは、圧雪された中級コースです。林間コースもあります。樹氷が立ち並ぶ中を、滑るのは、とても気持ちがいいですよ。続いては中間のコースです。ポイントが詰め込まれてます。まずは向かって左手の白樺コースの、紹介。ホームページ上では中級となっていますが、傾斜はそこまでないです。すぐ下の笠松コースのファミリーゲレンデと、合わせて、初心者の練習用としてもってこいの、場所になっています。リフト下から右側は緩いパウダーゾーンです。何それご褒美ですか。美味しいです。笠松コースはレイアウトが、3つに分かれています。左側はファミリー向け初心者コースです。中央はなんとパークエリア。そして右側は、なんとなんとハーフパイプが設置されています。下部は下山用の中級コースと、迂回コース、そしてこれまたパウダー上級コース。どんだけー。しかも中級コースには、非常設ですがモーグルバーン。リフト下はまたしてもパウダーエリアが、設置されています。リフト3本にコース数級。パークやハーフパイプ、細かいレイアウトも合わせれば、15コースになります。しかもその3分の1はパウダーエリアという驚異的な降雪量。楽しくないわけがない。いかがでしょうか。秘境南郷スキー場の、凄さが少しは伝わりましたか。え？伝わらない？お前の下手くそな説明じゃわからない？そんな、それではここからは、実際の滑走動画を見ながらその魅力を、ご覧いただきましょう。それではどうぞ。早速映像が流れてきました。こちらは山頂リフト降り場の風景となっております。この日はパウダー日より、曇天ながらも白銀の世界がお出迎えしてくれました。美しい。ちなみにヤゲチーは初心者に毛の生えた程度のレベルなので、かっこいい滑りとかは映像に出てきませんのであしからず。こちらは横手コースの映像ですね。真っ白になった木々の間を抜けていくのは本当に感動する光景です。
この撮影の時は、林間コースを抜けていきますが、その景色が本当に綺麗で、一発でこのスキー場が好きになりました。山頂リフト乗り場まで降りてきましたね。抜群の雪質にテンションが上がりまくってます。アラフォーのおっさんが規制を上げてるので音声は全カットしてます。お次は電上コースの映像です。へっぴり腰ですが、なんとかパウダーエリアを滑り降りました。笠松コース中央のパークの映像です。この日は小キッカー連続で飛ぶだけですが、実際には中キッカーやジグも設置されています。自撮り棒の映像をご覧ください。実はハーフパイプが設置されているゲレンデは初でした。なので当然ハーフパイプ未経験、チャレンジの一本でしたが、さすがに初めてではめちゃくちゃ怖かったです。あ、こけた。はずい。最後の映像は下山コースであるさゆりコースです。中級コースで実はそこそこ斜度があり、山頂から流すと、最後の最後にテンションが上がる斜度が待ち構えています。わけで今回は会津南郷スキー場を紹介させていただきました。
僕も今シーズン初めて行ったスキー場でしたが、雪質も降雪量も満点で、しかも飽きないレイアウトのコース。予想以上に楽しめるゲレンデだったのでこのような動画にしてみました。皆さんにもぜひ行ってみてもらいたいと思います。今後も僕のお気に入りのスキー場をこのような形で紹介していきたいと思うので、お気に召したらチャンネル登録していただければ幸いです。それでは、また。